巡りへと出航してまいります。本日もご乗船いただきまして誠にありがとうございます。いやしかし皆さん、今日は非常にいいお天気になりましたね。ちょっと風は強いですが、クルーズ日和です。まあこのような天気だからでしょうか、今日も朝から多くの皆様にご乗船いただいております。この便も空席以外は満席ということで運航を行ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ただここで皆さんにはもう一つだけ大事な注意事項をご案内しなければなりません。それは写真とビデオの撮影についてです。この運航巡り船内からの撮影は一切問題はありません。ですが皆さん、2階オープンデッキで撮影をする際には夢中になりすぎて海にドボーンと落っこちてしまわないようにご注意ください。万が一海に落ちてしまった場合なんですが、今皆さんの右手に見えているのはアメリカ海軍基地。上陸の際はパスポートが必要ですので、泳ぐ方向は左側となっております。お間違いのないようにご注意くださいなどと冗談ばかり申し上げておりますが、早速皆さんの右手には潜水艦の姿が見えてきましたね。もしかすると今日初めて潜水艦を見たという方も多いのではないでしょうか。たった今右手はアメリカの基地だとご案内しましたが、実は海上自衛隊潜水艦部隊だけはこちらアメリカ海軍基地側に司令部施設を置いています。乗組員の方が帽子を振ってくれてますね。皆さん大きく返しましょう。ありがとうございます。潜水艦の真ん中あたり分かりますか。ありがとうございます。嬉しいですよね。ただよくお客様からはあれは本物の人なんですかなんて聞かれてしまうんです。ですがここはテーマパークではありませんので、本物の自衛官の方となってます。嬉しいですね。まあこのように司令部施設が置かれているため、泊まっているのは日の丸や朝日の自衛艦旗を掲げた海上自衛隊の潜水艦でした。ちなみにご紹介したのは今年デビューしたばかりの最新型の潜水艦です。その名もタイゲーという名前の潜水艦ですね。まだデビューしたてなので出航していることも多いんですが、今日はバッチリご紹介できました。まずはこうして横須賀ならではの潜水艦の姿からご紹介ができました。さあ続いて皆さんの右手、何やら大掛かりな工事が行われていますね。現在アメリカ海軍が新しい桟橋を作っているそうなんです。今年の秋桟橋が完成すると何か新しい船がやってくるかもしれません。それをこれだけ間近な距離で見られるんですから、今から完成が楽しみですね。さあここで右手がアメリカであるならば、皆さんの左手に見えてくるのは日本の基地です。海上自衛隊横須賀地方総監部という基地が広がっていきます。基地の目の前には国を守るための船護衛艦が止まっています。艦番号107番の護衛艦三日月という船ですね。皆さんが海上自衛隊と聞くと真っ先に思い浮かべるのがこのような船ではないでしょうか。現在海上自衛隊の中では最も標準的な種類の護衛艦となっています。そのためソマリア沖海賊対策をはじめ、世界各国との合同訓練などさまざまなシーンで活躍できる船となっているんです。今レーダーをぐるぐる回しているため、もしかするとこの後出航となるかもしれませんね。さあそして皆さんの左手、もう一隻後ろ向きで止まっている船が見えていますね。艦番号1番の護衛艦もがみという船です。まだ今年デビューしたばかりの最新型の護衛艦となっているんです。さあ皆さん、107番イカズチと1番もがみを見比べてみるとどのように感じられますか。なんでこんな宇宙船のような格好をしているんだと思いますよね。実はこの1番もがみという船は敵のレーダーに見つかりにくいステルス性が非常に高くなっているんです。ちょっと引き合いに出してしまって申し訳ないですが、107番イカズチのようにボコボコした船体は敵のレーダー波を全て相手に返してしまうんですね。ただ1番モガメのように斜めに切り立った船体は敵のレーダー波を斜め上空方向に弾き返せるため、敵に返すレーダー波が少なくて済む、つまりレーダーに映りにくい船となっているというわけなんです。今後海上自衛隊ではこのモガミ型護衛艦を22隻デビューさせると発表しています。今後はこれが海上自衛隊のスタンダードになっていくんですね。ただ皆さん、あまり左側ばかり気にしていると大変です。船の右側方向、
皆さんの右手、こちらの岸壁にも潜水艦がもう一隻止まっていましたね。実は潜水艦を間近に見られる港は横須賀港と広島の呉の港、たった2カ所のみとなっているため、全国的に見ても珍しい風景となっているんです。ただ皆さん、あまり右側ばかり気にしていても大変です。腕の左側方向、今日は忙しいですね。皆さんの左手、看板号403番、潜水艦救難艦ちはやという船が止まっています。この船は普段横須賀ではなく広島の呉に配備されている船なので、なかなか見ることができない特別な船なんです。ちなみに潜水艦救難艦という名前の通り、海底でトラブルを起こし浮上できなくなった潜水艦から取り組みを助け出してくるという重要な役割を持っている船なんですね。さらに皆さんの左手、423番の補給艦トキワ、そして116番護衛艦テルズキの姿が見えています。ただ皆さん、大変残念なんですが、このトキワとテルズキという船についてはあまり詳しくご紹介するわけにはいかないです。と言いますのも、今詳しくご紹介してしまうと、私が帰りにご紹介できる船がなくなってしまうからなんですね。ぜひ帰りのお楽しみにご覧いただければと思います。さあ、それでは一方、皆さんの右手、ここからはアメリカ海軍の船がずらーっと並んでいくんですが、今日は北寄りの風が強く吹いていますので、この辺りから少し船が揺れてまいります。席お立ちの皆様や2階にいらっしゃるお客様は十分ご注意くださいね。さあ、目の前に止まっているのは看板号67番シャイロンという船です。何を隠そう、この船こそがテレビでもよく話題に上がるイージス艦と呼ばれている船なんですね。そもそもイージス艦とは一体どんな船なんでしょうか。一言で言ってしまえば、世界最高峰のミサイル防衛能力を持った船なんです。例えばイージス艦に対してあらゆる方向から100発ほどのミサイルが飛んできたとしても、すぐさま全てのミサイルにペペペペペピーと的を合わせて、危ないものから順番を攻めていき、そしてパシュッパシュッと迎撃ミサイルを発射して撃ち落としてしまいます。なんとミサイル飛んでる範囲は半径450km 以上、ほぼ横須賀からですと北は秋田県上空、西は兵庫県上空と北西まで一気に発射することができるんです。こういう船ですよね。さあ、そんなイージス艦ですが、実は簡単な見分け方、目印があるんです。67番シャイロンの船体に注目すると、船体正面の壁に1枚、そして船体側面後方上の方の壁にもう1枚、白い八角形の板のようなものがベタンベタンとついていますね。まるで亀の甲羅のような形の大きな板、これがイージス艦の目となるレーダーなんです。ウェーブドアレイレーダーと呼ばれる板状のレーダーを船体の4面に配置することで360度リアルタイムで監視できるのがイージス艦の特徴なんです。そこで右手前方をご覧いただくと、看板号105番デューイという船が止まっていますが、この船は八角形のレーダーが外され、現在修理中となっているイージス艦です。105番デューイの陰にあと2隻ほどイージス艦が止まっているようですね。さあ、ところで右手前方からさらに巨大な船が見えてきています。赤白クレーンの足元に止まっているのは、そうです、世界最大の軍艦とも言われる原子力空母ロナルド・レーガンの姿です。これは大きいですよね。ロナルド・レーガンの船体は戦闘機や航空機を飛ばすための滑走路となっていますので、ものすごく大きいんです。全長はなんと333メートル、あの東京タワーを倒した長さとほぼ同じ。乗組員の数は最大で6000人以上、搭載できる戦闘機航空機は80機以上にもなる、まさに桁外れな船なんです。もちろん艦内には生活に必要なありとあらゆる施設が入っています。中にはコンビニや郵便局、床屋さんに歯医者さんに教会なども入っている。私が一番驚いたのは、あのスターバックスコーヒーまで入っているというからアメリカらしいですよね。さあ、主婦の皆さん必見の情報なんですが、ロナルド・レーガン艦内で1日に消費されるお肉の量は約3トン、ジャガイモは8トンも消費されます。さらに艦内で1日に出される洗濯物の量、うんざりしてしまいますが、1日なんと5トンもの洗濯物が出るそうです。ですから艦内にある洗濯機は
支援するための船です。その船の周りに小さな黒い小麦粉が浮かんでおり、周りにはダイバーの皆さんたちの姿が見えていますね。よくテレビのニュースで、ただいま東京湾で不発弾が発見され、現在海上自衛隊が作業中です、なんていう時に、不発弾の一番近くで作業を行うのがこのダイバーの皆さんたち。どうやら今日はよーく見ると、この船の船尾の部分に黄色いラインが入ったウェットスーツを着た方もいらっしゃいますので、海上保安庁と海上自衛隊の合同潜水訓練が行われているかもしれません。ちょっと距離が見えにくいので実際のところは分かりませんが、まあ、とにもかくにもこれだけ大規模な訓練は非常に珍しいですね。皆さん、これはラッキーでした。さあ、ところでこの辺りから、あ、左で手を振ってくれていますね。あ、船の上の方からありがとうございます。あ、やっぱり船尾の部分、黄色いラインが入ったダイバーの方がいらっしゃるので、もしかすると合同訓練かもしれませんね。これは大変珍しい風景です。女性の皆さん、裸の男性の姿も見えますので、あまりドキドキしすぎないようにしてくださいね。さあ、そして一方、皆さんの右手、横須賀市北部に広がる工業地帯が見えています。右手後方には赤い門型の大きなクレーンが立っていますね。世界最大級のタンカー船などが作られる住友重機械工業の横須賀造船所。さらに右手、こんぼりとした山の手前に白いビルの塊のような建物が立っていますが、こちらは有名な有人探査船深海6500を持っているジャムスティック海洋研究開発機構の建物です。さらに右手、窓がない四角い大きな建物が建っていますが、こちらはご存知、日産自動車のオッパマ工場。ここで作られた車が自動車運搬船で運ばれていくんです。あ、そして皆さん、左手後方をご覧いただくと、この辺りからならよくわかりますね。船尾の部分にダイバーの皆さんたちが盛りだくさんでいらっしゃいます。これだけ大人数の訓練は今年に入ってから見たことがないかもしれませんね。いや、非常に大規模な訓練で私もびっくりしています。さあ、そしてまたまた一方、皆さんの右手、日産自動車のすぐお隣、まるで海辺に佇むお城のような建物が建っていましたね。これなんだかわかりますか？よく美術館ですか、結婚式場ですか、なんて聞かれますが、実はこちら横須賀市のゴミ処理場なんです。正式名称はリサイクルプラザアイクル。主に市内で出た缶瓶ペットボトルなど資源ゴミを集めている工場なんです。国内でも最先端技術を持ったリサイクル工場なので、お城のような立派なデザインになりました。さあ、こうして今日は港の外側でも様々な景色をご紹介することができました。今も左手真後ろに見えていますが、あの大規模な潜水訓練と沖合に浮かんでいるアメリカ海軍のイージス艦の姿、これは大変珍しい風景となりましたね。さあ、このように出港してから20分間にわたっていろいろご紹介してきましたが、ここで皆さんに質問があります。今日空母ロナルド・レーガンを初めて見たという方、どれぐらいいらっしゃったんですか？あ、結構いましたね。ありがとうございます。皆さん、実際にご覧になってみてどう思いました？船長、もうちょっと頑張って近づいてくれないかななんて思いましたよね。ですが、あの船は軍事機密の塊なので、本船もなかなか近づくことができないんです。それでもせっかく遠くから横須賀まで来てるんだから、どうしてももっと近くで空母が見てみたいという方が非常に多いので、今こんなものをご紹介してるんです。それがこちらになります。今当社では空母型チョコクランチというお土産品を販売してるんです。こちらの空母であれば家に持ち帰り、いつでも間近に眺めることができるんです。今日は本物が見られたその記念にお買い求めいただいてみてはいかがでしょうか。とはちゃっかりとお土産のご紹介までさせていただきました。さあ、ここで話はガラッと変わりますが、今日皆さんが乗っているクルージングツアーは横須賀軍港巡りです。そもそもなぜ横須賀にこれだけ大規模な軍港ができたのか、そのきっかけとなったのは今から160年以上前の江戸時代幕末のことでした。江戸の幕末といえばある大事件が起こりましたよね。そうです、1853年
ペリー提督率いる黒船艦隊が横須賀の浦賀沖に現れました。当時の江戸幕府はびっくりしてしまったんです。そして逃げ腰だった幕府に対しアメリカは開国を要求してきました。ただ幕府も黙っちゃいられません。もっと日本も強い軍艦を作らなければということで、江戸から近かった横須賀に軍港建設を行うことになったんです。でもなぜ横須賀だったのか。もともと横須賀は2つの港が入り組んでいたため、風や波に強い天然の良好いい港でした。その証拠に、先ほどあれだけ船が揺れていたのに今はほとんど揺れませんよね。これがいい港の条件なんです。黒船来航からわずか12年後、1865年には港内で軍港建設が始まりました。当時中心人物を担ったのは勘定奉行を務めていた小栗光介之助忠政という人物、そしてフランスからやってきた海軍技師のベルニーという人物でした。こうして先ほど皆さんが出港してきた横須賀本港には軍艦の造船所であるドライドックが作られ、今向かっている長浦港には水雷調整所という爆弾工場ができました。2つの港に重要な拠点が作られたため、間にあった小さな半島が邪魔になってしまったんですね。そこで半島の根元をわざわざ切り開いて2つの港を結ぶ船の近道まで作ってしまったんです。水路によって切り離された小さな半島が左手の吾妻島へと変わりました。まもなく皆さんの左手、旧海軍によって開かれた荒井堀割水路が見えてきます。本船も後ほどこの水路を通って再び横須賀本港へと戻っていきたいと思います。さあ、こうしてお隣の長浦港に到着すると、まずは皆さんの右手、艦番号6102番、海上自衛隊の試験艦アスカという船が見えてきました。試験艦という名前の通り、新しく開発された装備やシステムをテストできる船となっています。さあ、海上自衛隊では唯一の試験艦であるため、非常に珍しい船とはなっていますね。今も何か新しい装備のテストをしているんでしょうか。実は今日見たアスカと、また3年から5年後経ったアスカの姿を見比べてみると、明らかに違っている部分があったりするんですね。こういったところから海上自衛隊最新の装備をテストする船だということもよくわかるんです。さあ、一方皆さんの左手には潜水艦が2隻縦並びで止まっていましたね。ここで尻尾の形を見比べてみると、種類が違う潜水艦だということがわかるんです。皆さんから見て左手後方に止まっているのが十文字型の尻尾を持つ親潮型潜水艦、そして左手前方側に止まっているのが X 字型の尻尾を持つ双流型の潜水艦です。今日は出港直後に見た太平型の潜水艦も含めると、親潮型、双流型、太平型と3種類全てをご紹介することができました。さあ、さらに皆さんの右手少し後ろになりますが、艦番号404番、潜水艦救難艦千代田の姿が見えていますね。出港直後にご紹介した403番の千早と同じ種類の船となっています。海底でトラブルを起こした潜水艦から乗組員を助け出してくる重要な船ですね。さあ、そして港の奥までやってくると、少し小柄な船が何隻か止まっているようですが、これらは全て海上自衛隊の爆弾処分船です。戦時中、日本の周りには5万5000個にも上る海の爆弾、機雷がばらまかれました。これを70数年間かけて処分し続けてきたのが海上自衛隊の掃海部隊、そこに所属している爆弾処分船です。まずは左手前方から606番の初島、304番の淡路という船が見えてきました。どちらも海を掃除する船と書いて掃海艦や掃海艇という船、何の掃除をするのかというと海の爆弾のことですね。さあ、そして左手爆弾処分船2隻の周りに白い船体の船が何隻も並んでいます。これらは映画海猿でも有名になった海上保安庁の巡視船基地となっています。このように長浦港という港は海上自衛隊と海上保安庁の基地がこれだけの距離で隣接する全国でも珍しい港となっていますね。さあ、ところで皆さんの左手正面方
船が触れることで爆発する接触嫌い、船が出す音に反応して爆発する音響嫌い、そして最も厄介だと言われるのが沖合でご紹介しましたね、鉄でできた船が船体に溜めてしまう磁力に反応し爆発する磁気嫌いです。さあここでちょっと考えていただきたいんですが、磁力に反応し爆発する磁気嫌いを処分できる船が磁力を溜めてしまうと危険ですよね。ですからご紹介した5隻の爆弾処分船、船体は鉄ではなくプラスチックで作られているんです。海上自衛隊の中でもちょっと変わった種類となるのがこれら爆弾処分船です。さあそしてすごい風景ですね。皆さんの左手前方です。404番の潜水艦救難艦チオラの姿、今日は青空の下、光り輝いて見えますよね。背景には赤白の鉄塔、緑の山、そしてもともと司令部として使われていた建物群が見えてきますので、まさに軍港ならではといった風景になりそうですね。さあ、404番の千代田、どうやって海底の潜水艦から乗組員を助け出してくるのかというと、船の中に小型の潜水艇を装備しているんです。これをザブーンと潜らせていき、トラブルを起こした潜水艦とドッキング、取り残された乗組員を乗り移らせて助け出すことができるんです。まあ、このような船がいるからこそ潜水艦乗りたちは安心して暗い海を進むことができるんですね。さあそして一方、皆さんの右手前方からは再び潜水艦2隻の姿が見えてきています。こうして見ると意外とちっちゃいんだねなんて言われてしまう潜水艦ですが、実は皆さんが見ているのは船体の一部分のみです。すでに海面より下に潜っている部分が水深7メートルもあるんですね。意外に艦内は3階建てです。全長だけで見ても80メートル以上ありますので、かなり大きな潜水艦の姿となっております。さあこのように長倉港内、今日はちょっと変わった種類の船もたくさんご紹介ができました。また自衛隊だけでなく海上保安庁の船もご紹介ができました。皆さんは陸上で何か起こると110番通報や119番通報しますよね。では海の上で何かあったとき、海上保安庁につながる番号は何番だかご存知でしょうか。ご存知の方もいらっしゃったようですね。そうなんです、海のもしもは118番、118番が海上保安庁につながる番号なんです。これ意外と知らなかったですよね。今日はぜひ覚えてお帰りいただきたいと思います。さあこうして本線は長浦港を後にし、右手に見えています細長い水路、荒井小岩水路へと入っていくところです。さあところで皆さんにご紹介しましたこの118番通報なんですが、緊急時海の上から通報する番号なので、どうしても焦ってしまい掛け間違いが多くなっているそうなんです。皆さんも緊急時にはくれぐれもご注意いただきたいんですが、例えばもしも間違えて0120118118にかけてしまうと、これはディノスの通販いいものプレミアムにつながってしまいますので、おかけ間違いには十分ご注意くださいね。まあ、こんな調子でご紹介しながら本線は荒井堀割水路へと入っていきます。ここが明治時代旧海軍によって2つの港を結ぶ近道として作られた荒井堀割水路です。水路を挟んで左手には東島という島が見えてきましたね。この島は現在海上自衛隊とアメリカ海軍が共同利用している島なんですが、島の中がどんな風になっているのかは一切公表されていないため、古くから横須賀に住む方でもこの島の存在自体知らなかったという方もいるほど謎に満ちた島となっているんです。さあそんな東島が切り離されたのも今から130年前の明治時代のことでした。でもちょっと考えてみると、だったらこの水路はどうやって作られたんでしょう。もちろんショベルカーやダンプカーなんてありませんでしたよね。つまりこの水路は手作業のみで作られたということになるんです。当時から旧海軍がいかに大きな力を持っていたのかも知ることができそうです。ですがそれだけ大きな力を持っていた海軍にも一つ悩みがありました。当時乗組員たちの間では船の上での栄養不足、ビタミン不足を原因とした脚気という病気が大流行してしまいます。これはまずいなということで、
当時イギリスで流行っていたある料理を取り寄せてきて改良を加え毎週のように食べるようになったんです。その栄養食となったのが、そうなんです、今でこそ有名になった横須賀海軍カレーでした。当時は栄養食だったんですが、これが徐々に全国に広がっていくと皆さんがご家庭で食べているカレーライスに変わっていきました。ということでカレーライス発祥の町となる横須賀では今日もカレーが大人気となっているんです。さあ、ところで皆さんはそんなカレーの町横須賀にどちらからお越しになっているんでしょうか。おそらく市外、県外から来られている方がほとんどだと思うんですね。中でもいわゆる海なし県といわれる埼玉県、山梨県、群馬県、栃木県、長野県からお越しの方どれぐらいいらっしゃいますか。お、結構いらっしゃいましたね。ありがとうございます。皆さん、これが海ですからね。なんでさすがにこれはご存知でしたね。失礼いたしました。まあ、このように遠路はるばる来られている方が非常に多いということで、当然皆さんお昼ご飯にはカレーを食べに行く予定になってますよね。誰も目を合わせてくれませんね。だいたいそうなんです。でもそれじゃあんまりじゃないですか、ね、せっかく横須賀に来たからにはぜひともカレーを召し上がりいただきたい、そんな強い思いから今日も当社では横須賀海軍カレーパンを販売してるんです。先ほど皆さんがチケットを買った潮入りターミナルでは第1回全国ご当地パン祭りで金賞に輝いた美味しいカレーパンが販売されています。ぜひとも手に取っていただき横須賀らしさを存分に味わっていただきたいなと思っております。またカレーパンだけでなく最近人気となっているのがカレーポテトチップスという商品ですね。こちらも大変美味しいと評判の商品ですので、ぜひとも横須賀らしさを味わってみてください。さあ、こうして本線はあっという間横須賀本港へと戻ってまいりました。さあ、ここで左手前方には空母ロナルド・レーガンやイージス艦の姿が見えてきております。どうやら間もなく出航となってしまいそうな空母の姿、今日見られてラッキーでしたね。さあ、ただ皆さん、この辺りから港の外から波を受ける海域となりますので、船が少々横揺れしてまいります。席をお立ちの皆さんは十分ご注意ください。さあ、そして一方皆さんの右手、ここにちょっと変わった種類の船が止まっていました。岸壁の影から下がネズミ色、上が白く塗られた91番徳武亭橋立が見えてきました。海外から VIP の方をご招待した際に洋上でレセプションパーティーを行う、いわゆる迎賓船です。そう、また皆さんのすぐ右手 YF2146 と書かれた小さなボートが走ってきましたが、こちらは港の中で働く交通船です。実はつい3日前になりますが、あのような交通船に乗って港を見学をしていた方がいらっしゃったんですね。なんと防衛副大臣でした、ね、私もかなりびっくりしたんですが、防衛副大臣の同棲とインターネットで検索していただくと横須賀港の見学をしていましたという報告が上がっていますので、皆さんぜひご覧になってくださいね。さらにもう一隻、右手後方でブーンと音を出して走っていったのは YO28番、燃料運搬船です。港の中で活躍するガソリンスタンドのような船なんですね。大きな船に向かってこの船が燃料補給を行うことができるんです。今ちょうど皆さんの右手、423のトキワという船が燃料補給を行っているところですね。また後ほど詳しくご紹介します。さて、目の前、岸壁の影に止まっているのは116番のテルズキという護衛艦ですね。やはり国を守るための船ですから、さまざまな装備が載せられています。例えば船首の部分に長い砲身の大砲が置かれていますが、こちらは単装砲と呼ばれる装備です。ズドンと一発打ち出すと射程距離は軽く40キロ、なんと東京湾を飛び越え羽田空港のあたりまで弾が飛んでいきます。ただしこれは通常砲弾の話ですね。もしもこの単装砲に GPS レーダー機能付きの特殊砲弾をセットすると、なんと120キロ離れている富士山の麓に置かれたドラム缶をほぼ正確に撃ち抜くことができるそうです。こうした特殊砲弾になると一発当たりのお値段はおよそ3億円近くかかるそうですね。その他、船対船、船対空のミサイル発射装置、
また潜水艦にも対応できる魚雷の発射管など、さまざまな装備を駆使してあらゆるシーンに対応できるのが護衛艦と呼ばれている狙いです。さあ、さらに皆さんの右手 YO40 番という燃料運搬船をつけ燃料補給を行っているのは423番補給艦トキワです。補給艦という名前の通り、海の上を走りながら隣を走る船に対し燃料や真水の補給が行える船となっているんですね。この距離から見ても補給用のホースがぶら下がっているのがよくわかります。さあ、ここで今日は特別に海上自衛隊の船、その名前についてご紹介したいと思います。実はこの補給艦というのはより多くの燃料を持っていけるようにという願いを込めて湖の名前が付けられているんです。トキワというのは山口県宇部市にあるトキワ湖、トキワ池からやってきている名前です。その他の補給艦では大森県にある十和田湖の十和田、北海道にある摩周湖の摩周など、すべて湖の名前で統一されているんです。では皆さん、今後ろ向きで見えているこの千早という船、あ、珍しいですね。内科艇という小さなボートを今釣り上げているところです。これ大変珍しい風景なので、私も公式ツイッターに上げるための写真を1枚撮らせていただきますね。それぐらい珍しい風景だということなんです。さあ、この千早という名前聞き覚えないですか？そうなんです、千早城というお城から取っている名前なんですね。また千早と同じ種類、長浦港では千代田という船をご覧いただきました。千代田というのは江戸城の別名である千代田城から名前を取っています。潜水艦、救難艦はそれぞれお城の名前を取っているということになるんですね。いや、それにしても港の中で交通船として働くこの内科艇というボートの釣り上げシーン、これは大変珍しい風景となりましたね。さあ、カメラをお持ちの皆さんはぜひ写真を、スマートフォンをお持ちの皆さんはぜひ動画でこのシーンを撮っていただければと思います。いや、これ大変珍しい風景でしたね。今船に取り付けられているアームがぐぐっと内側に向かってこの内科艇を収容しているところです。この内科艇、港の中では交通船としての役割を果たしますし、また海外に行った時、船を止めるだけの岸壁がない時には沖合に船をアンカリングしてこの内科艇で上陸を行ったりできるんです。そんな内科艇の収容シーン、これは大変珍しい風景となりましたね。さあ、こうしてぐるり一周巡ってまいりました軍港巡り、いかがでしたでしょうか。ぐるっと一周巡ってきた後に再びこの護衛艦最上の姿をご覧いただくと、海上自衛隊の船もかなり進化を続けているんだなということがよくわかりますよね。今日ご乗船の皆さんには非常に多くの船をご紹介できて、皆さんラッキーだったなと思うんですが、そんなラッキーな皆さんに大事なお願いがあるんです。と言いますのも、最近よく聞かれるようになったんですが、今日撮ってきた写真や動画をインターネット、SNS にアップしてもいいですかと。これはもちろん大いに構いません、むしろ大歓迎なんです。ですがその際にはぜひとも私の写真も一緒にアップしていただきたいなと思ってるんです。もう皆さん右手で手を振ってくれている乗組員の方に釘付けでしたね。ありがとうございます。また写真をアップする際はぜひ他のお客様の顔が映り込まないようになど、周りへのご配慮も忘れずにお願いしますね。さあ、こうして巡ってきました軍港巡り、本船は護衛艦イカズチの目の前まで入ってきましたので、ここでお楽しみ抽選会のお知らせです。実は皆さんがチケットを買った潮入りターミナルではすでに当選番号が発表されているんです。皆さんお手持ちのチケットの半券には6桁の数字が入っており、これの下3桁が皆さんの抽選番号になっているんです。当たんないんじゃないのなんて方も多いんですが、なんと30人に1人に素敵なオリジナルグッズが当たるんです。30人に1人という高確率ですから、皆さんお隣のお客様の顔を見てみてください。もうすっかりライバルの顔色ですよね。これはいかないわけにはいきません。ということで、この後皆さんはチケットを握りしめ潮入りターミナルに向かいますよね。手に汗握りながらチケットカウンターで番号を確認していると、その目にチラチラ映るのがこうしたお土産品やカレーパンとなってるんです。うまくできてるんですね。
なんで最後にはしっかりと当社の腹黒い手口までご紹介しました。さあ、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまうもので、まもなく桟橋へと到着いたします。さあ、ところで最後に皆さんには私一押しの観光スポットをご紹介したいと思っています。お、また左手体芸の上で乗り組みの方が帽子を振ってくれました。ありがとうございます。さあ、おすすめの観光スポットですね。昨年の5月横須賀近代サンミュージアムティボディエ邸という建物が完成しています。そのティボディエ邸館内は歴史資料館、観光案内所となっているんですが、中でも私がお勧めしているのがティボディエ邸館内のシアターで行われているタイムトラベルツアーなんです。最新の 3DCG 技術を駆使して130年前の横須賀造船所へ旅に出ることができる。これが実に面白い。ミスタースクリューという陽気なキャラクターも登場しますので、小学生のお子さんにも大人気のタイムトラベルツアーなんです。さあ、そんなティボディエ邸のタイムトラベルツアーは高校生までは無料、大人の方たった200円で参加することができます。皆さんの右手、美しい西洋館屋根の下で袴姿の女性アテンダントが手を振ってくれていますよね。こんにちは。皆さんも大きく返しましょう。皆さん後で行きますからね。あの建物がティボディエ邸です。入館料は無料、館内エアコンが効いていますので涼みに行くだけでもボロ儲けな施設となっているんです。タイムトラベルツアーはこの後12時、1時、2時、3時と毎時00分の出発予定。ぜひこの後ティボディエ邸に足を運んでみてくださいね。それではお待たせいたしました。まもなく到着いたします。健保士のため船が止まるまでは移動されないようお願いいたします。本日皆様を安全な船旅にお連れした船長は楠澤幸太郎、そしてご案内は私、生まれも育ちもここ横須賀です。いつもあなたの耳元で案内人の泉谷翔がお送りしました。本日もご乗船誠にありがとうございました。いたしました。下船開始となります。下船時も船内桟橋上ではお足元に十分ご注意ください。また先ほど皆様に力強くご案内しました塩入りターミナルですが、皆さんがチケットを買った場所が塩入りターミナルです。ぜひお帰りの際はチケットカウンターにて番号を確認してからお帰りください。